おやすみ、バイバイ。話したいっていう思いは嘘ではないんだけど、頭が回らない。とりあえずすごく楽しかったです、公演。なんか私結構非日常楽しめる人なんで、普段と違うなかなかないスケジュール楽しかったです。なんか眠たいとかはあるけど楽しかった。非日常楽しめるタイプだから。そう、そう、あ、面白かった。なんかおはようなんか4時オールナイト事故があって、あ、県外の方 TVer でもう公開されてるので、ぜひ一緒に起きて見てくれた方もありがとう、本当に。そう、ホテルに着いたのが4時だったんですよ。4時ぐらい、4時ぐらいに着いて、集合が5時45分だったんですよ。でも一人部屋じゃないから、ひなと同じ部屋だったから、二人でお風呂入らなきゃ、二人でっていうか、まあ分けてお風呂入らなきゃいけんかったから、ピオちゃん先入っていいよって言って、まあちょっと二人でなんかもう喋ったりとかしとって、いろんな、そのなんか世間話みたいな、なんていうの、今話さんでいいだろうっていうことってよりかは結構真面目な話とかもしよって、そうで寝たら起きれないから、まあもともとあんま寝ないつもりだったんだけど、っていうのを話してたら、ひながお風呂入るってなって、そんでひなが上がってきたのが5時で、あ、もうみなみはこう上がったら、上がってドライヤーしたらもう 4,5 時間だなと思ってでドライヤーして、で6時ぐらいの、6時何分かの飛行機乗ってきました。だから結構なんか今日も一日ファイトっていうツイートに、新幹線でいっぱい寝れますようにみたいなリプがあったんだけど、全然飛行機でした。私ね、飛行機得意じゃなくてね、飛行機自体はすごい好きなんだけど、なんかすぐ耳が痛くなっちゃうから、耳抜きをずっとしてた。ふわーってそう、得意じゃなくて、なんかできるんだけど、なんかあの耳のバリバリ感が得意じゃなくて、そう、なんかでも新幹線、飛行機で1時間弱ぐらい寝て、着いて、山口に着いて、山口の空港から今回の会場まで1時間ちょっとあったから、そこでも寝て、で会場に着いたのが10時半とかだったから、待機だったのも、そっから夜公演まで待機みたいな感じだって。まあでも楽屋が1個しかなかったから、まマイカーの子たちも一緒だ、今からあの公演の子たちも一緒だって、だから楽屋が一つしかなくて、寝る場所もなかったんだけど、まあソファーでも、私結構縮こまって寝るのが好きだから、ソファーでこう縮こまって寝たのよ。夢見とったから結構浅い夢だったんだけど、だそのなんか分かんない、どういう流れでそうなったか分かんないけど、なんか会場近くに多分なんかすごく有名ななんかポテトのお店があったのか分かんないけど、私が次に起きたのはマネージャーさんがポテト買ってきて、メンバーのキャーって声が来て、な、何事やと思って起きたらポテトが来てたポテトみたいな、ありがとうございますみたいな。でも私どういう経緯でマネージャーさんがポテトを持ってきたのか分かんなくて、もうずっとあの自分の上着かぶってたんですよ。自分の上着かぶってたから上着こうやって、うんみたいな、ありがとうと思って。そう、でもまあみんな同じ、みんなの楽屋だから、別にその声とかは全然悪いとかなくて、
何事と思って、でもそこでも目が覚めて、私強制してたかもね、マウスピースの強制外して一緒にポテト食べたそっからはずっと起きてるから、それも寝たんが1時間弱だったから、そう、もう合計3時間も寝れてないっていう状況なんだったけど、なんかアクリにすごい言われたのが、みなみはちょっとなんかちょっとオールグレーの方がテンション高いんじゃないって言われてテンション高い、なんかね、テンション高いっていうか、マジで失礼だって言ってたんだけど、あかりんにすごい、いやもう今日の MC はもうみなみのなんか無双だったみたいな、もう切れ味良かったみたいな、なんか話のトーン、話のトーン、滑舌、まとめ方、オチ、全部良かったみたいな、7年で一番受けてたって言われて失礼だって言われてチャートリーではちょっと受けてるわって言われてそう、そう、君知らんでしょ、私もチャートリーって言って言われて、その失礼なっていう会話をしてたでもなんか今回あの言いたかったことね、配信でいつか言えたらなって言ってたトークが偶然にも2つ言えて、そう、1つはね、あの自分から言う予定だったんだけど、もう1つの方、パセリが何を言うのかって本当に知らなかったの。そう、パセリが何を言うのかって知らなかったら、私のその言いたかった2つ目に重なってることで、そう、だ結構ね、あかりの意見に同意、結構ね、失礼なことっていうことを自覚した方がいいや失礼だぞ。あかりはちゃんとその後、違う、そういう意味じゃなくてってフォローもあったけど、その言葉だけに同意はただの失礼だぞ声ガサガサなんだよ。だからね、2ついつか言おうと思ったことが奇跡的に2つ言えて、サインボールに関しては私の配信の中ではリネちゃんはなんだ気を使ったんだよと、気づいてなかったんだよ、まあ、そうだよね、リネ分かってなかったよね、絶対仕方ないねみたいな流れになったんだけど、 MC で聞いたら気づいてたらしい隠し犯かよって言って、そう、みなみさんって分かってたんですけど、え、分かってたろみたいな、そう、ね、面白かったらしいです、確信犯だったみたいそう、なんで気づいて、どういう流れだと思ったけども、なんか私も過ぎたことだし、どちらかっていうと面白いなと思う方になんか頭がもういっちゃってたから、もう爆笑だった爆笑だったこんばんは。ファンクラブの動画をさ9時ぐらいに提出してるんだけどさ、ファンクラブってマネージャーさん経由でマネージャーさんが投稿してくれるからさ、私のマネージャーさんも9時から連絡つかなくて、多分明日になるかも、今日投稿したのに明日になる、ひどいまあみんな忙しいよね。そう、ニャーポッポの動画あげたんですよ、この前の話し会でニャーポッポの3人のね、色違いのワンピース、レトロワンピース着たんですけど、それの動画撮ってたから、この前の話し会のみたいなタイトルでその動画載せてる、載せる、明日には投稿されると思います。9時に既読がつかなかったっていうことは明日早起きなんだと思うので、おー、もう48分あっという間だ。声が結構ね、今ね、さっきコメントに風邪気味のメンバー多いねみたいな、わし違うと思うんだ、花粉だと思うんだ
葵ちゃんも鼻ジュルジュルで声がちょっとガサついてて、声違うねって言ってたけど、風邪みんなね何人か言うんだけどね、みんな風邪じゃなくてね、花粉症なんで私も風邪じゃなくて花粉症なんですよそう、なんかもうちょっとね寒くなってきた方がみんな治っていくからなんか寒くなっていった方が風邪ね引きそうだけど、そう山口花粉強かったの。これ結構あの花粉症のマネージャーさんとかもいるんだけど、山口入った瞬間オールナイトフジコからいてうわっってなったから、山口花粉症強かった。そうそう、秋は大丈夫だと思う。花粉ってね四季全部あるんですよ。春だけじゃないんです。春花粉もあるし夏花粉もあるんですよ。私がひどいのは秋花粉と春花粉、ブタクサと杉の木で、花粉はね春だけじゃないんだよそう一番ひどいのは春なんで、まだマシっていうか、私オールナイトフジコの出番直前がジンマシン起きてて、多分花粉症によるなんかメイクを始めようとした瞬間、こことここがもうパーってジンマシン起きて、で花粉症の薬もらって、なんかメイクさんがあのミニ扇風機みたいなの持ってたからこう冷やして、まあ、なんか深夜帯だったから待機時間が長かったから、そう冷やすのに時間かけて、なんかある程度治るところまで待ってメイクができたからよかったんだけど、時間がない時の現場でこれが起きたらやばいなってめっちゃ思った。もうかゆみだ。でも書いたら悪化するから、でも結構花粉症の薬もらって飲んだらどんどん治ってきたから、やっぱ花粉なんだなと思ってで今日はめっちゃライトの問題でデコが光ってるんですけどここにライトがあるんですよ。デコを出しました。全然出す予定はなかったんですけど、なんかもう考える頭がなくてそうメイク入った時一番私ピークで眠たくて、考える頭がなくて、でなんかもう入っ1期生のもう入った時からずっといてくださってる、もう本当にお世話になってる女性のメイクさんだったから、私の今回の担当の方が、だからお任せって言ったらダメですかって言ったら、結構その方もなんか人のヘアアレンジとかするの大好きが、え逆にいいのみたいな感じで言ってくれて、もう本当に好きにやっちゃってくださいな、お前がいもあの上げてもいいし、なんか流してもいいし、減らしてもいいしみたいな、増やしてもいいし、もう任せますみたいな感じで言ったらこうなったそう、でもめちゃめちゃ可愛くて、なんかこういうここにね2個ある、なかなか自分ではあのオーダーできないっていうか、こんな髪型あるの知らなかったっていう髪型。そうあとね、私結構前髪命の人間だったから、前髪がないとなんか気にしなくていい、今前髪絶対ずれたみたいなのも気にしなくていいから楽しかった楽しかった。そうたまにはお任せするのも良きだなと思いました。こうすればまたちょっと違う髪型になるね。そうだから今日はおでこ出しに合わせてメイクもちょっといつもより濃くして、強めの女を意識してやってました強め女の意識で、今村美月さんも今日強めの女っていうテーマでやってて、二人してなんかリップの色とかこうもっとこういう方がいいかなとかで、カリカリ借りたりとかして、二人でじゃあ今日は強めの女ねみたいなやり取りをした
ほんと数分後って5分後ぐらいの鍵穴でニャンニャンニャンって言ってて、しおにゃんしみたいな言ってて、あれ強い女どこ行ったみたいな。だからなんか自己紹介からもうなんかニャンニャンしおにゃんしのなんか流れで全員ニャンのキャッチフレーズの言うことになって、もうあのテーマだった強い女は私も自己紹介の時点で終わってしまった。もうこの時点で終わったわと思って、もういつも通りでいいかみたいな。なんかさ自己紹介3列目自己紹介が終わった後にさ、くるちゃんの後に私だってさ、くるちゃんがいつもくるくるくるって言うとこはさ、くるにゃんくるにゃんみたいな、めっちゃ可愛かったの。ね、衣装あので自己紹介終わって衣装部屋に着替え終わった、衣装部屋に着替えに行ったらなんかあかりんとかに称えられた、よくやった、くるくるの後によくやったって言われて、そうでも3列目でくるくるの後にできるのはみなみしかおらんって言われて、そうしんどかったって言って、くるちゃんの後はしんどいよって言って称えられてたの。称えられてた。いやでもみなみにしかあれはできん、あそこを任せられるみなみしかおらんみたいな言われて、よくやったって、称えられてました。油色でこお披露目。でもね意外にね私が一番良かったな、あえちょっとよくわかったで、ちょっとこれだけ話して、今日のコスプレにその髪型合ってた、あなんかこれ逆に怒られるかもしれない、今日の髪型のね公演合わせじゃなくてコスプレ合わせだったんですよ。だからメイクさんに髪型お任せって言った時に、みなみちゃん何のコスプレなのって言われて、 赤のなんかウェイトレスみたいな服ですみたいな、髪飾り何みたいな、なんかここになんか帽子みたいミニ帽子みたいなのがつきますって言ったら、うん、じゃあコスプレ合わせで行くわって言ったから、お見送りでコスプレ来たんだけど、その帽子私に帽子つけてくれた人がそのやってくれたメイクさんだったから、ここからよ、これをつけてこの髪型は完成するかみたいな、ここが本番だからみたいな、えお見送りで本番なの私みたいな、お見送りで私 100% だったんだみたいな。そうだからお見送りが 100% だったんです。そう完全体はあれ着てだから衣装合わせの髪型だったので、そうだったらしい、メイクさんはもうそこまで考えてたらしい。面白いよね。あ56分だ、男女いますね、いきますね、小さい見ちゃ倒しじじとめさ噛みかけた。12メイザホースビービズユさん、12アジチリョーナさん、10位バオバブさん、9位ドンさん、8位シバキーさん、7位ウェブロックさん、6位テリーピーさん、5位タキシさん、4位エビさん、3位カニ A さん、2位つよつよさん、そして1位はてててててて島吉さんでした。ありがとうございます。ということで明日日曜日でね、お仕事の方とか用事のある方もいると思いますけど、お休みの方もいると思うんで、まあ、今日の公演のアーカイブだったり TVer さんでオールナイトフジコご覧にいただけたら、でラジコのチリバで1期生の楽曲も解禁されましたし、もういっぱい盛りだくさんで、私たちもチリパで自分たちの声が入った曲を初めて聞いたの、なんか仮歌としては聞いてたけど、そうなんか声が入るとなんか一期の声ってやっぱ最初の SDU の楽曲の声に近いから、なんかなんだろう、な変な話 SDU だみたいな。みんな SDU なんだけど、なんていうのかな、ちょっと誤解されそうです、説明が難しいんだけど、そうすごい感動してましたね、とてもいい曲なので、また公開された際にはいっぱい聴いてほしいなって思う。そうで結構本当にレックしてすぐ解禁だったから、結構なすぐ解禁だったから、いろんな方がいっぱい急いでやってくださったんだなって思った。
ということで今日も一日ありがとうございました。もうやらないみたいな、やらない、配信やらないだろうみたいなメール送っといてゲリラできちゃったんですけど、もうね、あの卒コンまで結構怒涛のバタバタのフェーって感じなので、メールも、いや休憩時間が不規則なのであんま分かんない、配信もちょっと分かんないです。頑張りましょうあと一般発売始まってるのでね、あれ3時、あと3時、あ、卒コンの一般販売も始まってるので結構見てほしいものがいっぱいあるのでよろしくお願いします。バイバイ、またお話ししましょう。じゃあね、私はご飯食べて寝ます。バイバイ。あ、キャッチエイドしてない、みいひん、してみひん